ドラマティックメモリーをきれいに仕上げるおすすめのトワニーアイテムとご使用ステップです。ドラマティックメモリーと FV 以外の肌にはいつもの化粧品をご使用いただけます。化粧水、下地の順に塗布しお肌を整えます。乾燥が気になる場合はドラマティックメモリーの塗布部位とその周辺を避けて、化粧水の後に乳液などをご使用ください。ドラマティックメモリーと綿棒をご用意ください。全体を通して手早く行うことが美しく仕上げるポイントです。ドラマティックメモリーを塗布位置に塗布していきます。片頬ずつ仕上げます。容器からそっと抜きます。容器口元でしごかずに抜いてください。ドラマティックメモリーをほうれい線のシワのすぐ横に沿って2本の線を引くように塗布します。1本目は小鼻と口角の中間まで線を引くように、2本目は再度液をつけ直し、1本目の線のすぐ横に同じ長さで塗ります。塗った液を口角や頬に塗り広げないように注意しながら、指で5から10回程度往復し肌に密着させます。肌から指を離さずに素早く動かすとうまくなじみます。綿棒を寝かせて口角の横に置きます。下から上に向かって5から10回程度拭き取るように素早く動かし、溜まった液を取り除きます。塗膜と肌との境目は液が溜まりやすいので、口角、小鼻、周辺の順にギラつき感がなくなるまでしっかりと薄くします。鏡を使い顔を左右に振りながら液がギラついていないか確認します。ギラついている部分はよれの原因となるので手早く拭き取るように薄くなじませます。反対側も同様に行います。ほうれい線のシワのすぐ横に沿って2本の線を引くように塗布します。指で5から10回程度往復し肌に密着させます。下から上に向かって5から10回程度拭き取るように素早く動かし、溜まった液を取り除きます。口角、小鼻、周辺の順にギラつき感がなくなるまでしっかりと薄くします。塗布後は塗膜が乾くまで5分程度表情を動かさずに待ちます。シワと頬の膨らみからなる影を減らし、ほうれい線を目立ちにくくします。パウダーファンデーションをスポンジにとって塗膜が崩れないように軽く滑らせるように塗ります。ドラマティックメモリーを落とす際は2層タイプのクレンジングをよく振ってからコットンに取り、塗布部分に10秒程度置いてなじませた後優しく拭き取ります。液の乾燥後、塗膜と肌の境目がムラになってしまったら、2層タイプのクレンジングを綿棒に取り、ムラになっている境目に優しく置き、なじませてください。ティッシュオフし、パウダーファンデーションで仕上げます。
ファンデーションで仕上げた直後、または時間が経って塗膜の境目が白く浮いてきたら、2層タイプのクレンジングを綿棒に取り、表面を優しくなじませます。ティッシュオフし、パウダーファンデーションで軽く押さえます。容器口元に液がついたまま放置するとキャップが開けにくくなることがあります。ご使用後は容器口元をきれいに拭き、キャップをきちんと閉めてください。